だから今適応してても次に適応できなかったら死ぬぜってことなんだよ、うん、はい、今世界に日本の電化製品置いてるものある？Ladies and gentlemen, welcome to North Village。世界中がいやいやそれじゃできないんですよっていう流れで全員が新しいやり方を余儀なくされて、うん、で多くの人が10年や20年かけてやるものを時代のそのトランジション、はい、乗り換わり、ね、うん、をたった1年でやれるようになったんだよ、うん、はいはい、これってねめちゃくちゃ大きいことなんだよ。そうですね、10年先を行けるわけですからね。そう、うん、だそう考えたら悪いことばっかじゃないんだよ、うん、でいかに大切なのかは、うん、このそのね今この僕の喋ってることが正しいか間違ってるかを議論することではなくて、うん、大切なことは今こうやって時代が凄まじいスピードで変わっていって新しいライフスタイルを余儀なくされている中で過去のライフスタイルに縛りついて生きていこうとすることではなく、その瞬間その瞬間に起きる今この瞬間にある状況ややらなきゃいけないことにいかに適応できるかっていう適応力がとにかく大切だってことをもっと理解してほしいんだよ。そうですね。でも振り返ってみると本来は時代ってさっきも言ったように何世代もかけて時代が変わっていくものを僕らはものすごいスピードで今変革を求められているし、はい、でも昔の人もその時代その時代に適応できた人たちが生き残ったんだよ、うん、そして勝者になったんだよ、うん、ただ今はそのスピードは目まぐるしく速いんだよ、うん、だから今適応してても次に適応できなかったら死ぬぜってことなんだよ、うん、はい、前はさ適応できたらそれが50年60年続いたんだよ、はい、うんうん、で辛かったのはその変革期に挟まった人たちがしんどかったんだよ、うんうん、安定期で50年60年変わらない時代に生きてる人は楽なんだよね、うんうん、変わる必要がないから、はい、だけどそのある境目で変わらなきゃいけない時代の時に変われなかった人と急激なスピードで変われた人トランジションできた人っていうのはここで大きな勝者と敗者に分かれる境目があって勝ち組負け組に入る人たちっていうのは適応が早くできた人トランジションが早くできた人は勝ち組になれたし新規参入のチャンスなんてまさしくそこですもんね。そういうこと、そういうこと、そうじゃない時に入って戦うってなかなかしんどいですもんね。そうだから例えば今なんで YouTuber っていう人たちがこれだけその利益が出せるようになったのっていうと彼らは新しいメディアが生まれたことに対して一番最初に飛びついて最初の数年間めちゃくちゃ苦しい思いしてやったけれどもその結果必ず彼らは先行利益を手に入れてるんだよ、うん、でも物事って絶対先行利益って存在するから、はいはい、だからそれが大きいメディアになるかそうならないかは分からないんだけれども、うん、そこにたどり着いた人たちや先行利益を得た人たちとは絶対にいて、うん、今もこの変革期の中で先に適応できた人っていうのは先行利益を手に入れることができるわけ、うん、そこだと思うというかそこを多くの人に理解してもらいたいし、うん、いかにその適応するっていうことが大切かっていうことを理解して生きていかないと、はい、ここから10年ここから20年、うん、まだ変わるから。そうですよね、うん、でしかも10年単位で変わるようなスパンじゃなくなってきてる、うんうんうん、おそらくここから5年単位ぐらいでの変革期が訪れるから、うん、
変換期っていうのかな、転換期っていうのかな、うん、まあ、そのトランジションは何回も何回もあるんだよ。でも本来さ、人生の中でこんなね、トランジションが何回も起きるようなことって今までの時代なかったんだよ。そうですよね、うん、人生で1回ぐらいなんだよ、あっても、まあ、インターネットが普及みたいなところが。そう、そうですよね。そう、ところが僕らの今のこの社会って凄まじいよ。確かに、ね、テレビが、まあ、僕らが生まれた頃にはもうすでにテレビがあって、うん、でそこからポケベルになって、うん、携帯が生まれて、うん、みんなが携帯持つようになって、うん、で今度インターネットが生まれて、うん、パソコン持つようになって、今度はスマホが出て、うん、でもうパソコンが売れなくなって、みんなスマホでいろんなことができるようになって、うん、ってことじゃん、うん、どん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 変わるさ。そうですね、会社に出社しなくなって、家でズームで打ち合わせをするようになってとかね、働き方も、働き方そのものだって、うん、変わる可能性がめちゃくちゃ大きくて、今後会社と呼ばれるものがなくなる可能性だってある。そうですよね、出勤っていうスタイルがなくなる可能性だってある。それこそ、そうしたらもう丸太島にコーヒー、もう今年は丸太島って言いながらサラリーマンの人たちが仕事することもできるようになるかもしれないですね。そう、だからすごい時代ですね。それ、その今まではね、それぞれの国が国単位で、うん、そのなんで日本って住民票が存在するの、戸籍謄本がなぜ存在するのっていう話なんだけど、うん、結局誰がどこに根付いてっていうことをガチッと決める、うんうんうん、例えば駐車場もそうじゃん、うんうんうん、車がどこに止められて、ね、どこに登録されてっていうことをきっちりやってる国じゃん日本って、はいはい、でもこれって古いんだよね、もう、はい、そうですね、すでに固定させるっていう考え方がすでに古くて、もう人間そのものの生活スタイルがもっと流動的に、いろんな国に行って仕事ができる環境がすでに世界には存在し始めているのにもかかわらず、それをさせない社会と国があってっていうのがあるんだよ、昔からね、根強く。だけどそこを守ろうとする人と変わろうとする流れとがあるから、その変わろうとする流れに自分がスムーズに適応できるかどうかで、自分の生活スタイルも変わるし、利益の出し方も変わるし、利益の出方も変わるしってことなんだよ。僕ね、よく言われるのが、芸能人でね、こんな海外に住んでて仕事が成立する人がいると思いませんでしたみたいなこと言われることがあるんだけど、え、なんでって話なんだよ、そもそもが。それやったことがないからって、みんな引退したら海外行くみたいな感じなんだけど、引退してないし、だけどやるって決めてやり始めたらできるし、で、できてる人がいると俺もできるかもって思う人たちが出てくるし、はいはいはい、っていうだけの話なんだよ、うんうんうん、やったことがない日から、誰もやってないからできないって思ってるだけで、うんうん、やったらできることいっぱいあってさ、うんうん、もちろん調整しなきゃいけないことはいっぱいあるんだけど、うん、まあでもそういう意味ではパイオニアですよね。その芸能界の中でも住む場所を選ぶ自由っていうのを持ちながら、そこで現役でい続けるっていう、その生き方の選び方っていう意味で言うと、もちろんここから後に続く人たちもいっぱい出てくると思うんですけれども、うん、でも一人目ってね、ドキドキですよ。だ、一つは、うん、僕はそのテレビの世界、テレビの業界に固執してないっていうところが一つのポイントだったと思うんだけどね。テレビっていうのは大きなメディアではあるのは事実なんだけれども、ところが今広告業界においてもそうだし、実際のメディアの影響力って呼ばれるものにおいてもそうなんだけど、もうすでに20年前に持ってたテレビの影響力が今も存在してるかっていうと、存在はしているけれども形が変わってきてるっていうことをみんな認識しなきゃダメだよって話なんだよ。それがさっき言った適応力だよ、はい、
もちろんそこにしがみついてる人たちはいやテレビだよって言うんだけど、その考え方もあるけど、こういう考え方もないですかっていうのを自分の中で持っとかないと、気がついたらマーケットが移行してるのに、そうですよね、そのマーケットにしがみついてる人たちって終わっていくの分かるでしょ。そうですね、振り返るとみんな分かるんだよ、渦中だと分かんない、はい、例えばレコードの時代にレコードだけ売ってた人、うん、CD が出始めて CD にすぐ移行して、うん、っていう人、いやレコードだけ売り続けるってやってとかじゃ今どうなってるって話じゃん、うん、そうですね、うん、で今度は CD に移って CD、いや音楽は CD だって言って未だに CD を売り続けてる人はどうなってるのって話じゃん、時代って変わっていくから。でそう考えると、その元々あるものにしがみついてる人たちっていわゆる上の人、うん、っていうイメージがあったのか、今、まあ、サイクルが早いからなのか、同世代でも早くして事業立ち上げた人とかで今そうなってる人とか、10年前にうまくいって今もうなんかその位置づけにいる人とか結構いますもんね、うん、いる。だからサイクルがそういう意味では移り変わりがすごい早くなってる、ね、めちゃくちゃ早くなってる、うん、だから本来はこういうそのトランジッションっていうのは、過去遡れば50年単位だったもの、100年単位だったものが今は10年単位ぐらいまでに縮んで、ここ5年ぐらいのタイミングで5年単位ぐらいのトランジッションを求められているっていう話で、だからそれに対してものすごく適応能力が求められて、しかもその適応できないから、なかなか、だから過去にうまくいった人がうまくいかなくなる可能性がすごく高くて、うん、1個の成功で安泰で食える期間短くなってるわけですもんね。そうだからね、うん、これ調べたら分かるんだけど、アメリカね、20年前にトップの企業、はい、アメリカの、トップ100の企業、はい、と日本の20年前、まあじゃあ30年前でいいや、30年前のアメリカトップ100の企業と日本トップ100の企業、今比べるとアメリカってこの100のランキングほとんど変わってるんだよ。そうですよね。そう、うん、ところが日本のこの100のランキング、うん、ほとんど変わってないんだよ。そうですよね、財閥系から、まあ、メーカーから全部残ってますもんね。ところがこれを良しとしているのは既得権益にしがみついてる人たちだけであって、うん、全体の経済から考えると本当にそれって正しいことなの、間違ってんのっていう話にも出てくるし、むしろ国単位で見てみると結構日本弱くなってるよっていうことに気づかないと、そうですね、ダメで。でも日本ってなんか国力と製造業、メーカーとかがあるじゃないですか、まあ、僕もともと日立製作所で勤めてたんですけど、まあ、そういうとこはこう技術の積み重ねとか研究の積み重ねとかも必要じゃないですか。だからまあメーカーとかが長く、まあ、トヨタとか含め、まあ、日立とかもそうだと思うんですけど、長く続いてる企業あることは重要な気はするんですけどね。ただじゃあ質問なんだけど、本来長く続いている企業がそこまで結果が本来出せているのであれば、今の日本の主力産業が世界に通じるものってじゃああといくつありますかって。だその武器になってるものがいわゆる技術であったりとか、まあ、製造業ですよね。そうだから20年前まではそれで成立したんだよ、うん、今成立する、それ今世界に誇れる主力産業って、日本の中の主力産業って何、まあね、あれだけ電化製品店、まあ、あれだけ電機メーカー、いわゆる例えばまあ東芝にしてもそう、日立にしてもそう、いろんなものを作ってきた、技術を上げてきたはずなのに、今世界に日本の電化製品
置いてるものある？すべて韓国製、すべて中国製に、ね、うん、価格競争で負けましたよね。もう今週がつい変わってる、うん。今もう日本の製品で唯一海外で見るものってトヨタだけだよ。そうですね。あと重機ですよね。それだけ。そうですね。それだけ。Don't forget to always welcome the wild side.